どうもチャンネル登録者数1万人を目指す朗読チャンネルを運営している1万です。えー、本日もこのコーナーでは今日朗読していく作品を紹介していきたいと思います。この動画は朗読動画となっております。音声コンテンツとしてご利用されたい方は画面を見ずともご利用いただけます。またすぐに本編をご覧になりたい方は概要欄からスキップであきますのでそちらをご利用ください。さて本日朗読していくのは蘭育次郎作「自由の殺人」と「火星の荒のです。 ラ、えー、蘭育次郎はですね1913年生まれ1944年没の日本の小説家 SF 作家推理作家です、えー、本日朗読していく「自由な殺人」と「火星の荒れ」のはですねラク、えー、育次郎の作り出した探偵月沢俊平が登場するシリーズですシリーズとして探偵のキャラクターが登場するのは珍しいタイプでこの月沢俊平シリーズと「えー、少年探偵王」シリーズ ぐらいなんですねその中でもこの月沢俊平シリーズは大人向けの方のエンターテインメント性に富んだ作品となっております、えー、また SF サッカーとしての一面も、えー、垣間見える内容もありますのでぜひお楽しみくださいそれでは改めまして本日朗読していくのは蘭育次郎作「自由の殺人」と「火星の荒れ野」ですそれでは本編をどうぞ 蘭育次郎自由の殺人1弱ったねどうも困りましたなこんなはずはないんだがねはずはないって言ったって現にこうして被害者がいるんですから それはわかっているさ、言われなくったって。ただ、問題は犯人だよ。原因だよ。そりゃあそうですな。もっとも、犯人がわかれば、一番問題はないわけだが、その犯人が、いかにしてやったかというのが、第一わからんのですからね。弱ったね、どうも。困りましたな。 れつれつとしたた。太陽の明るい東京郊外新地だった畑を潰してつけられただだっ広いまっしぐらな道の真ん中で制服の警官を2人ばかり従えた和服の司法主任と刑事と警察官とが流れ落ちる汗を拭いながらさっきからそういうぬらりくらりとしたつかみどころのないうなぎ問答を飽きるほど繰り返していた。 そばに立っている二人の警官は遠慮のない太陽に入り立てられてげんなりと肩で息をしていたしかしいかに見回してもその近くには木陰らしい木陰は一つもなかった道の左側はかぼちゃ畑右側は麦畑になっていてその真ん中にだだっ広い道が通っているというひどく見通しのいい場所なのであるももっとも その右側の麦畑を二百メートルばかり行ったところにこんもりとしたけやきに囲まれた農家があったけれどしかしまさかそこに行って休んでいますというわけにもいかなかったうなぎ問答をしている三人のすぐそばに不幸なしかし機械至極な被害者が倒れているからであるこの被害者の死因が さっっきからたく不明なのだ年は四十前後のでっぷり太った身なりはそう悪くない男なのであるそれがカンカン日の照りつけている台道の真ん中にものの見事につんのめって事切れていたしかし死因が分からぬからといってそう簡単に雪倒れとして扱えぬわけがあったというのは身なりのせいばかりではなく 警察医が体を調べた時に思いがけずも内ポケットから出てきた写真が絶対にこんなところにあるべきはずのないものだったからであるその写真というのは裏面に原皮の赤丸のを押された航空機用火球機の写真でネームプレートを見ると明らかに「高和航機」と読めたその他は 何一つ手がかりになるようなものも持っていなかったそれでこれを唯一の手がかりとして念のためその講和工業機械会社に電話してみると途端に今度は会社の方で慌てだしてしまったのであるそのローぶりは電話をかけた司法主任にもはっきりわかるほどだったこの 今問題になっている成層圏飛行機の生命線ともいうべき下級きはどこでも必死になって研究中のものでありその新式の写真はシチューになどうろついているはずは絶対にないもしそれがあるとすればそれは大五列的行為のもの以外には考えられないというのであったもちろん開始を遂げた男の風呂など 当方には全く心当たりがないし、なおその写真はぜひ引き取りたいから早速信用のあるものをうかがわせるというのがつい15分ばかり前のことだった刑事たちは途端に緊張したスパイの開始久しぶりの大物であるがその開始が文字通りの開始だった やがて会社の人間がやってくるだろうし本庁からも駆けつけてくるであろうだからその前に一応の目鼻をつけておき後から来た連中に鮮やかに説明でもやってちょっとピリッとしたところを見せてやろうとは思ったのだけれどその実目鼻をつけるどころか点で見当もつかないうなぎ問答をさっきから一歩も抜けられないのだった その文字通りの開始というのは被害者がかすり傷一つ受けていないし毒を盛られたような様子もない簡単に心臓麻痺と言ってしまえばそれまでだがそれにしても異様なことはただ一つこの男の体がぐっしょり濡れているということだったしかもここ10日間ばかりというものは左続きの上天気で 夕立などは一回もなかった。もちろんそのそばには川もなければ溝もない畑の上を毎一文字に貫いた都市計画道路の真ん中でぐっしょりぬれた男がえたいの知れぬ死を遂げているのであった2 ははあこの男ですかその声に気がついてみるといつの間にどこからやってきたのかさっぱりした夏服に汗のしみもないワイシャツを着た男がにっこり笑って立っていたどなたですあんたはいやこれは申し遅れましたなその青年はにっこりと愛想を浮かべて 名刺を出しながら付け加えた高和工業に知人があるもんですからちょっと頼まれてやってきましたその名刺には月沢俊平とすられてあったははあそうですかご苦労さんいや帰ってでその写真というのを派見できませんかなこれですよ刑事がが差し出し出ながら しかし今すぐは貸せませんよほうどうしてですこの男の死因がわかるまでは重要な所持品ですからなははあ、するとまだ死因不明ですかそんな簡単にわかるもんですか刑事は肩を張ってみせたほうんしかしこの男は だいぶ濡月沢は仰向いて空を見上げたしかし雨のあの字も降った気配はないうーんこれは汗でしょうかな冗談じゃない洋服が汗をかくもんですかすると水をぶっかけられたんでしょうかまあそんなところでしょうなおかしいですね この陽気に水をかけられたくらいで死ぬでしょうかそれともどこかで溺れたやつをここまで運んできたとかいや警察員が口を挟んだいや歴史ではありませんなまず心臓麻痺と見るべきですねしかし寒中ならともかくこの暑い背中に水をかけられたくらいで心臓麻痺を起こすというのが わかりませんって。っ全くしかしその水を引っ掛けたという悪いいたずらをしたやつがまず第一の被疑者でしょうなするとその月沢俊平の言葉を押しとめるようにしてせわしく汗をぬぐっていた司法主任が口を切ったいやところがねこの男には誰も水を引っ掛けた者はいないんです。 というのはね、そら、向こうにいる塚田くんという警官がちょうどここを調査をやっていたこの道を歩いているとこの通り人通りはなし見通しがきくんですからだいぶ先の方を行くこの男の姿を認めてしかしその時は気にも留めずに歩いていますとねいきなりこの男がストンとひっくり返ったんだそうですよ。 で、やや、つまずいたのかなと思ったが、それっきりなかなか起き上がらない。そのうち、少し足を速めてやってきてみると、それがご覧のとおり絶命しているというありさまなんで、これがそもそもの始まりです。ともかく、その時は、少なくとも、 この男の周囲1 0 0メートル以内には全然人影がなかったこれは絶対間違いないそうですこんなに見通しのきくところだったからまさか間違いはないと思いますなうーん自分で洋服を着たまま水をかぶったものでもないことはもちろんですもしそうだとすれば この辺にバケツかなんかなければだらんですからね。うん。月沢俊平は鼻を鳴らして辺りを見回した。それが事実とすれば、全く不思議この上もないことである。密室の殺人よりも、なお妙である。たった一つ考えられることは、偶然に、 道を歩いているこの男のところだけに雨が降ってしかもその雨にあたって心臓まひを起こしたということだだがそんな途方もないことを言ったって100人のうち1人だって信用しえしまいところでその写真の方はどうですかねところでその写真の方はどうですかね本物ですな 本物というよりも本物を複しゃしたものですうーんするといよいよこの男はただ者じゃないこの殺しもスパイ同士の安刀のせいかもしれん司法主任が首をひねったしかしスパイ同士だからって何も超人的な殺人ができるはずもないむしろそういう安刀のせいなら やったやつがさっさとこの写真を持っていっちゃうだろうと思いますねじゃあだれがやったというんでんでですすす。こからえ月沢俊平は言葉投げに行って目をパチクリしている連中を尻目に道から折れた麦畑のあぜ道を歩いていったその向こう2 0 0ルばかりのところに 欅林の農家がおおかたそこに冷たい井戸水でももらいに行くのであろう素人のくせにごたいそうな口をきくやつだ私服刑事は日射病を起こしそうな赤い顔を思い切りひそめてぶつくさつぶやいた3 それっきり月澤俊平はなかなか現れなかったが123分ほどもたってやっとケヤキ林から出てきた月沢は遠目にもはっきりわかるほどニヤニヤと笑いながら近づいてきたどうです見当がつきましたか皆さんはは相変わらずですかどうです向こうに行ってちょっと休みませんかいい木陰がありますぜ そうはいかん。そうはいかんて、そのあそこに殺人犯人がいるんですよ。何犯人いやいや、そう慌てちゃいけません。向こうはやるつもりじゃなかったんです。それが着せずしてこういう結果になっちゃったというんで、犯人は大いに恐縮しています。馬鹿言っちゃいかん。犯人が恐縮したって始まるか。どこだどこにいるんだ まあまあ。要するに、このスパイには運がなかったんです。悪運が尽きたんですな。スパイに天罰を加えたという意味で、大いに褒めていただきたいです。そりゃあ後で聞くよ。どこにいるんだどうしてやったんだ畑をごらんなさい。濡れているでしょこれは、水をまいたんです。 あんまり左続きですからね。これが元ですまあ一緒に来てごらんなさい月澤俊平はそう言うとくるりと向きを変えた彼が案内していったのはやっぱりケヤキ林の中の農家だったここは初めに刑事が一辺り見回っているからよく知っているその農家の庭先には

これはご覧の通り、水ポンプです。あんまり日出りが続くし広い畑にいちいち水をやる人でもないのでこのポンプを使ってザーッと水をやったわけですつまり人工の自由ですなほん<う>ああその水が往来に落ちてあの男にかかったというわけだねそうですそうですうん。 しかしだね君そんな水を引っ掛けられたくらいで大の男が闘志するものかね言いながら司法主任はついてきた警察医を振り返ったおかしいですな聞いたこともありませんねいやそれだけじゃないんですよ月沢俊平が引き取ってそら暴風雨の後で 断線して垂れ下がった電線に子供が正弁を引っ掛けて、子供って妙なものに正弁が引っ掛けたくなるもんですな。途端に感電してひっくり返った話を知ってますかなんだね、そりゃ。つまり正弁、水は電気の両導体である、っていうことの説明ですよ。おお<ー>。今の場合もそれと全く同じです。 あの悪運の尽きたやつも電撃を食らってひっくり返ったんですわかりませんかつまりこの電気ポンプは故障箇所があって漏電していたためにホースはゴム製ですからそこを持っている人間には何ともありませんしかしそのホースから飛び出していた水には漏電電圧がかかっていたんですそいつをまともに食らったやつが 運の月なんのなです。まあ夕立にあって雷が落ちてきたようなもんですな月沢俊平はそれだけを言うとニコリと一つ笑ってもう後をも見ずに歩きだしていたポカンとその後ろ姿を見送っていた刑事はああの男はスパイじゃないでしょうねなぜ あの写真を返さずに行ってしまったいいだろうもう司法主任は帽子を取るとその自分の言葉を押しつぶすように顔中の汗をせわしくぬぐった「火星のあれの」の一。 とにかくすごいもんだねなんとかして行ってみたいもんだなまったくだ僕もぜひと思うんだがねなんだい旅費かいいや1万円の旅費はともかく途中がさ。そりゃわからん。向こうでも全責任を持つとは言っておらんからね。 しかも普通の旅客機だって落ちることがある道を歩いていたって電車にひかれるやつもあるんだまして6,000万キロの空中大旅行をしようというんだから危険は絶無だとは言えないだろうじゃないかうーん少し心細くなってきたもし誤って途中でなんか事故でも起こしたとしたらどうなるね まあ二度と再び地球の顔は見られまいね。おそらく何にもない真空の中をどこまでも飛び続けるなんかして餓死するくらいが落ちだろうよ。うーん。あんまりゾッとしないな。僕はちょっと考えることにする。ちッおじけついたのかい,いやんだっちゃうな。けど君がいかんとなると僕も考えるよ。 なんだ君だって命は惜しいんだろう。いやそんなことはないさただ旅は道連れっていうじゃないか一人じゃちょっとしかし行ってみたいなそうめったには行けんのだからなこういう話はおそらく至る所で行われたにそういないいずれにしても戸村ロケット研究所が 突如として火星視察団員の募集を発表して以来世の話題は全くこのことに奪われてしまった感がある実に破天荒な大計画である火星と地球との距離は約2年目ごとに相当近づき15年目ごとに一番近くなってくるこの前の昭和14年7月28日の時は この15年目の分で非常に近づいたものだったがそれでもその時の距離は5800万キロほどあった火星から出た光が地球に来るまでに3分と13秒かかったわけであるそれから約15年ほど経った今年の10月にも火星はぐんと近づいてくる10月の26日にはほとんど前回同様 5800万キロのにに火星がやっってくる計算になっていたこの最も近距離に迫ってくる機械を狙って苦心研究を続けていた戸村ロケット研究所が突然進鋭飛行機を使って火星探検校を断行ししかも一般からも特に3名の団員を公募するという発表をしたのだからこれは話題の大旋風を巻き起こしたのが当然だった。 思えばロケットというものもの大変な進歩をしたものである。昔は空を飛ぶものといえば内燃エンジンを取り付けプロペラを使って空気をかき分けて飛ぶ飛行機ばかりだったのに掛け声ばかり聞くこと久しかったロケットが特殊化の研究によっていつの間にか火星域を決行しようという夢のような大計画を立てられるまでに進歩していたのであった。 しかしこの大計画は地上にあまりに大きな衝動を与えたためと相当大きな危険率を伴っているという理由から一般からの団員公募は中止を命ぜられその代わりに大同通信社特派員の伊関純吉同写真部員山内健介の2人だけが水杯をして加わることになったそしてこの第1回が成功した場合は 第2回からは一般希望者も許可するということにやっと折り合いがついたのだった最初当局としては事があまりに突飛すぎて全然不許可のつもりだったのだが戸村所長の非常な熱心さと小手調べの太平洋横断にやすやすと成功したことに動かされてついにこういうところで折り合ったのであるしかしこれがもし成功した場合はえらいことである 地球人類として宇宙始まって以来最初に火星を踏むわけであるいやすでに出発前から戸村ロケット研究所の名は「知らぬやつは人間の潜りとまで言われるほどに喧伝されてしまったのだ2この人類最初の宇宙大旅行は片道が約1か月の予定であった 全部で2ヶ月半の予定なのであるいよいよ動向が決定すると山内写真部員は毎日ほとんど戸村研究所に詰め切りだった問題のロケットはすでに完成されていてあとはただ計算通りの時刻に出発すればいいだけに準備万端な異論なく整っていたのだがそうは知っていても山内はやはり心配だった毎日研究所に行って 念には念を入れてロケットを点検する戸村所長のあとにまるで影のように一刻も離れずにくっついたままなのだと言って別にすることは何にもないのだがただそうしていないと気が落ち着かないのであるそれにしても井関の方は一向に顔も見せなかったおじけづいて寝込んでしまったのじゃないかと思うほどただの一度も顔を見せなかった が、いよいよ出発当日になると井関はスーツケース一つを下げてぷらりとやってきた驚くべき度胸であるああ、伊関さん来ないんじゃないかと思ってましたよ社に電話したっていつもいないし山内はほっとしたように悲壮な顔をちょっとほころばしたそりゃ失敬ちょいと後始末をして遺言を書いていたのでね 社の方は入社したばかりだし出社する用事もなかったよ縁起でもない山内は慌てて手を振ってしかし僕も社には出ませんでしたよ毎日こっちに詰めていたんですおかげでだいぶロケット通になっちゃいましたがそりゃあ,ありがたい何かの時は教えてくれたまえ。心細いなとにかくね このロケットは地球の空気層を抜けて真空中に入ると時速8万キロを出すそうです時速8万キロですよおそらく人間の乗ったものでは前代未聞でしょうね音の速さだって1秒に3 4 0ルだから時速にしてたった1300キロです音の速さの60倍以上というわけですねすごいもんですね これはね空気という邪魔者がない真空中だからこそこういうスピードが出せるんだそうですプロペラを使った飛行機だとするとどんなに逆立ちしたって空気のないところを飛ぶわけにはいかんですがそこへ行くとロケットというやつは真空中の方がかえって能率がいいっていうから大したもんじゃありませんかとにかく時速8万キロっていうと1日に192万キロです だからちょうど31日目に5800万キロを消波して火星に安着するという計算なんだそうですよもっともこれから31日後に火星の軌道から計算してそれが宇宙のある一点に回ってくるというところを狙って飛び出すんだそうですからね気味が悪いですね もしちょっとでも計算を間違えていようものならえらいことになっちまいます。宇宙の中の迷子になっちゃうんです。しかしまあある地点まで行けばあとは火星の引力に引っ張られますからね。火星とすれ違ってどっかへ行っちまうなんてことはないだろうという話なんですが、山内は黙っていると気が気ではないらしく伊勢基のそばを離れずにしゃべり続けていた。 いいよいよロケットの出発は1時間後に迫った出発後31日3時間23分13秒経つと火星が巡ってくるはずになっている大空の一点をめがけて岸を向け全長1 7 0メートル3 0防寒隔壁を持って外界の温度と遮断された戸村式ロケットが銀色の巨体を悠然と横たえている 出発の事実は発表を禁止されていたけれどどうして知ったのか物見高い見物人の群れが弁当を持ちで押し寄せてきたしかしこれは出発の際の猛烈な排気ガスを考慮して1キロ以内には近づけられなかったついに時刻がやってきた伊関山内の他に戸村所長以下操縦士機関士通信士あるいは長期旅行を考えて炊事係まで 乗組員は合計11人になっていた一同が乗り込むと最後の点検が行われ三重扉は金庫のように厳重に一枚一枚閉じられた外界の物音はもう何一つ聞こえなくなった戸村機長は一同に出発の際の猛烈な反動を注意させ時計の秒針をにらみつつ指導スイッチに片手をかけて呆然と突っ立っていた 眉の太反り跡の青々とした不敵な面構えであった出発！途端に井関も山内も背骨を中心として骨という骨がバラバラになるような激烈なショックを感じて床に投げ出されたしばらくの間は目がくらんだように何もわからなかったすでに離陸してしまったのだ 今頃このロケットは噴水のように本当をしながら地球を抜け出ようとあえいでいるに違いない3出発以来すでに半月がたったしかしロケットの内部には少しの変化もなかった始終同じ明るさの伝統に証明され 12時間ごとに呼吸用の酸素が室内に放出され出発以来すでに半月がたったしかしロケットの内部には少しの変化もなかった四終同じ明るさの伝統に証明され12時間ごとに呼吸用の酸素が室内に放出され8時と12時と18時に食事が出される以外に何の変化もないのだ 外界と機密に遮断され電気ストーブで保温されているせいか真空中の冷夏170度という想像を許さない骨幹の中を飛んでいるとは思えぬほどの平穏だったただ缶詰にされた人間の退屈さというものが通説に身にしむばかりである23日目になって戸村機長が初めてにたりと笑ってみせた引力計算によると 本機はまんまと火星の引力圏内に突入したということだついに着陸まで21時間18分を余すのみとなった機長以下操縦士機関士は一段と多忙になってきた放っておけば本機が火星面に垂直に激突する心配があったからである無電通信は出発後2日目に もういくら送信しても大田区符号は送られてこなかったいよいよ本機は火星上に着陸の姿勢に入った操縦に非常な苦心をした結果やっとのことで一番衝撃の少ないつまり火星表面と接線の方向から滑り込む姿勢が取れたのだしかしこのために予定より約4時間ばかり遅れてしまった着陸用意 着陸用意といっても別にすることはなかった力いっぱい固定椅子にしがみついている霧だったグワンロケットが下から蹴落とされたような衝撃を感じた続いて2度3度ロケットは火星の表面で弾んでいるらしいそのうちにやっとガクンと止まった火星だまだ人間の来たことのない 絶対処女地である火星、高等生物の生存説が問題になっている火星疑問の運河は果たしてあるのだろうか植物のあることだけは本当らしいしかし一体どんな植物が生えているのだろうかいよいよ火星に到着しました本機の出発については大山氏のように悪魔を放った人もいますが この事実が証明ししてくれるでしょう。幸いに伊是さんと山内さんは報道の専門家でいらっしゃるから火星の実態をよくご覧になって機関の上は大いに啓蒙してくださいでは上陸変な言葉ですねしますが火星の空気は非常に希薄だと思われますから上陸服を着けてください僕も一緒に行きます 戸村機長が胸をそらして説明すると上陸服が運ばれてきたどんなものかと思うとゴム布で機密に作られた潜水服のようなものだったそしてお互いの間にはコードがついているこれは会話用電話機のコードであるさて上陸服をつけコードが呪術なぎになった様はちょっと琉球か猿回しを思わせるようで もし火星の高等生物にあった場合大いに地球人としての尊厳を傷つけるように思われたがしかしやむを得なかったやがて三重の扉は一枚一枚慎重に開かれたいっぺんに開けようものなら機内の濃密な空気が噴水のように逃げ出してしまうからであるああこれが火星であろうか伊関も山内もそれから戸村機長も 被害に出るや否やただぼうぜんと突っ立っていたこれが憧れの火星であろうかそこは満目症状とした眺めであったかつて想像に描いたような生殖も文化らしいものも何一つ見られなかった見渡す限り荒涼たる貫やであった足の下には低い 地をうような高山植物の一種がわずかに靴のくるぶしに届くくらいの高さをもって粗い岩盤室の土壌を覆っていたただ日本などではとても見られないがらんとした広さをもって果てしもなく続いている気温は相当に低いらしく上陸服を通して突き刺さるような痛みが染み込んでくる空は白けた青さをもって にれっている。太陽の大きさはほとんど地球で見るのと変わらないようだったしかし少しも暖かくはなかったやはり火星には進んだ文化は何もないのだ動物らしいものは虫一つも見られなかった木もなかった3人は例の呪ずつなぎのまま地球上の距離にして5 6キロは歩き回ってみた しかし疲労以外に何にも得られなかった水もなかったよくよくまあくだらんところである帰りましょうまごまごしていると地球に帰れなくなります戸村機長の声が受話器に響いた3人はつながったまま機内に帰ると服を脱いでやっと息をついた実に驚くべきところですなあ 井関が頭を振った全くですしかし百分は一件にしかずというやつですからね当局の許可さえ降りれば第2回から旅費往復1万円でも相当希望者があると思いますよまあ火星が案外なところだったことはやむを得ないとして空中旅行の安全性だけはぜひよろしく当局に報告してくださいとにかく僕は このために相当な研究費をつぎ込んでしまっているのでね。なるほど悪くない商売ですね伊関純吉はずるそうな顔をして笑った僕たちが自由な観察をしないように窮屈な上陸服を着けさせおまけにコードで縛りつけておくつまりここが火星とは真っ赤な嘘で。 パミール高原の一部の不毛の地であることを見破られないようにねロケットが東京出発以来丸1日でここに来た性能は大したもんですがそれから30日間というものポカンとえんこしている退屈さには並行しましたよしかし戸村さんなんかは時ド々キドキそっと外に出て息を入れていたからよかったでしょうがとにかく三重核器の仕掛けで 僕たちは1か月間空中飛翔の夢を見ていましたよ。ははは火星旅行だなんてつまらぬ山家はおやめなさい。太平洋横断やパミール高原3日の旅というんで今でも十分採算が取れますよ。そらこの丘をもう一つ越したところに着けば絵はがきなんぞでよく見るエベレストが見えるはずじゃありませんか。伊勢純吉は椅子を立つと、 部屋の片隅にしつらえてあった戸村式ロケット乗客名簿に書室を下ろした「月沢俊平」と。